さあ、えー、本日のアンケート緊急スペシャルそんなに緊急かなこれ「君は大蛇を見たか?ね」ねはーいえー、<laughs> A が「見たあれは大蛇だ!えー」ただし動物園などは除くしかもあの大きさはですねもう自分ででかいと思ったらもう大蛇ですそれははい A が「見た」B が「見ない」 また日本語ですねはい、えー、メールで参加する方は h i p r o k、ok、i n a w a c o j p hip.roki.co.jp n a a w はいよ電話がですね098869-8640はいファックスが098869-8640 2202となっておりますので今日もですねいつものように1時までは A と B のパーセントがこんななるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッグはしてからに送ってください。見事ぴったしカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますので T サーチに参加する全ての皆さんは住所。 本名電話番号そして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ誕生日は自己申告制でお願いしますただし年長者の方は OK で1時までにどうぞさあそれじゃあですねお昼のニュース行ってみましょうか世の中どんななってるんでしょうか今日は報道部ニュースセンターから小橋川響アナウンサーです響き はい、こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、響きどうもありがとうございました。響きさんはい、なんかちょっと落ち着かないですけど、あれですね。そうですね。急遽入ってきた。うん、まあ速報だったのでね。あのかなりわたわたと報道文もしておりますが、はい、えっとですね。はい、今日のアンケート、えー、緊急スペシャル、はい、君は大蛇を見たか？ <laughs> なんか昭和の番組の煽りにありそうなありそうですよね映画、はいえー、見た」あれは大事だ、うんえー、かっこ動物園などを除く B「見ない」うんまあ 本人が大きいなと思えばもうそれはもう大蛇なんで。ああ、まああのいや野生のという意味では見たことはないですけど、うん、あのー、そういうね県内の施設に行って大蛇をこう巻いたことはありますし。はいはいはい<に>あるね。はいはいはいうそういう意味では見たことはありますね。うんひん,んやりしてるし意外に柔らかいんですよね。あ大丈夫な人？あ全然平気です。はい。まじかすごいな。全然平気です。あのヘとの触れ合いコーナーとか行ったらもう手にたくさん乗せましたし。へー。はい。 むしろあの子供たちはすごい、まあ、おっかなびっくりな子もいるんですけど、うん、興味津々で触ってる子はいるんですけど大人たちが遠巻きで近づかないみたいな感じでしたね大人がビビるかもしれんねそうですね、うん、でもヘビ毒がなければそんな怖がる要素あるかなって思うんですけどまあなん,なんていうのかな、ま、生理的に無理っていう方もねいらっしゃるかもしれませんけどか形とか、うん、触った感じとかじゃないですかあ僕はヘビは むしろかっこいいっていうイメージが先行するので、だってね昔から伝説で千年生きたヘビは竜になるとか言われてますし、<ー>やっぱりそういうヘビ龍とかヘビ恐竜みたいななんかそういうなんていうんですかねイメージの連想があるので、うん、ヘビに関してマイナスなイメージ僕全然ないですね。あ、そう。はい。大体あれくない。なんかこのなんていうのかな主人公の敵対する悪のチームのマスコットになってたりしない。なない<ー>ヘビ。 コブラとかそうですねでもコブラかかかっっここいいいいいじゃなですよねもうヘビとか例えばね毒のあるヘビなんかはそれで獲物を弱らせてとかってあるので噛まれたらね嫌だなって思いますしハブとかねハブとかもなので毒蛇のイメージはあまりよくないんですけど普通のこのいわゆる絞め殺して食べるタイプ錦ヘビとかアナコンダとかアナコンダとかそういうタイプのヘビはかっこいい。 触れるものなら触りたいぐらいの感じですね。で実際触っ 初めて触った時はもう感動しましたねこ<ー>んな感じなんだっていうのと、うん、あとその施設のその蛇を触らせてくれたスタッフさんが、うん、あまり長いことこう人の温度にね、あのー、触れるとヘにも良くないのでいう、うん、そうなんだそうみたいですねやっぱ変温動物なので自分で体温調節しないんだそうなんですよだから人の体温はちょっと高すぎるみたいでああそうかじゃあちょっと冷たく感じるんだね触ったらひんやりしててペトッとしててうお<ー>これはこれは いいですぞっていう感じでしたね。あそう。はい。俺触ったことないからそんな風に<ー>どんな感触なのか全然わからないな。不思議ですよ。手に乗っけたまあ三十センチ四十センチぐらいのヘビなんかは、うん、なんか手をこう移動してくるんですけど、うんえ、どうやって移動してるのって思うぐらい手の上をスーっとくるので。だからね。すごいって思って新鮮な感動がありましたね。あれなんかどんな手進んでるのかっていう不思議があるよね。まあ鱗立てて下ろして立てて下ろしてなんですよね。 お腹腹側の蛇をあんなスピねね、こうニョロ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 いくからすごいなって思うんですけどシステムがすごいシステムですよねだからこうまあまあね手間もかかりますしお金もかかるから買えないんですけど買えるものならヘビを飼ってみたいとは思ったりもしましたしそうねなんですよ正んですねでええなん ヘビ,ヘビ NG ですかあいやな何かこれは俺はもう触れないとか虫はダメだとかあでも子どもの頃に比べて虫はダメになりましたねまあ蝶々とかバッタとか全然平気なんですけどバッタでかいの怖くないあいや全然平気です今でも大丈夫全然はいああそう俺この間家に出てびっくりして昔は普通に取れ寄ったけど、うん、取れんくなってるのはもういやでもあのー G はダメになりましたね。あまああれはもう昔からダメですけどね。子供の頃なんか普通に捕まえてましたけどね。いやいやいや、昔からダメだな捕まえて地面に叩きつけてウェーイって駆除してましたけど、もう大人になったらね。ダメですね。ダメですね。もちろんあの見つけたらあの駆除はするんですけど、やっぱ尻込みしますね。セミはセミ全然大丈夫です。今でも見つけたらなんていうか近くにいたら取ろうとするぐらいには好きです。はい。あそうこの間そういえばあとね。 クワガタがいて、おっ、と思って、捕まえきれるかなって思って、チャレンジしたら捕まえきれましたね。あっ、ぎりぎあまだクワガタには反応できるぐらい、うん。大丈夫だった。あの後ろから掴めば、挟まれないっていうの分かってたから。はいはい、あれは大丈夫だったけど。セミとかバタ,バタバタバタってやるから。はい,はいはいはい。おおってなるんですよね。 ああのあれですよねセミファイナルって言われてるやつとかもねしそうそう落ちても,もうダメかなと思ったらまだ生きててビジーってなるやつそ,うそうそうそう死んでるのかなってつま先でコンって蹴ったらうってなるやつねあ,そうそうそうあれ怖いんだよなるやつねでも甲殻系の虫は大丈夫ですね台湾カブととかクワガタとかうんうんでもクモもダメになりましたね クモなあの特に鬼雲は平気ですけどいわゆる女郎雲系っていうんですか足が長いタイプのブニブニしてるタイプの。 昔は捕まえてお尻から糸を出して指に巻きつけて遊んだりしてたんですけど、うん、デイジワイルドな遊び方してるな <laughs> そうするとこうだんだんお腹がシュワシュワシュワ,シュワってこう、ね、しぼんでいくんですよね、はあ、<laughs> で、そんなことあれ小っちゃい時でもできんかったけどなあ、そうですか僕親戚のおじさんにこの遊びを教えてもらってやってましたね、はあ、<laughs> デイジワイルドやつさ鬼蜘蛛同士の喧嘩とかねあ,あれはなんかやったほうがやるなあれはどちらかがこ生き耐えるまでやるので、うん、子供心に おおおおってなってましたね。ねいやそうですか。蛇生の蛇は父があの北部のあの親戚のまあ荒れた畑なってた部分をこう整備するときに姫ハブとか出てきましたね。あかで出るんだね。沖縄ハブいるからな。あくまター生でハブを見たのはその時が初めてでこれがもう二十代の前半ぐらいかなところだったんですけど感動しましたねこれもね。 あそう生きてるハブだって怖いよりも感動なんだ感動ですねもちろん近寄りはしないんですけどあの離れた位置からじーっと見てどんなこう模様をしてるのかなとか頭の形とかやっぱ気になりますよね体調とかねあそうなんですねあずんぐりむっくりしてるって本当なんだとかああああとかやっぱ生き物好きなのであそうはいワイルドな幼少期を過ごされたんですねそうですね意外とやってますねはいわかりましたはい。 ありがとうございました,ごましたすごいなさすがにちょっとビビるけどな、はい、お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響きアナウンサーでしたさあでは本日のアンケート「緊急スペシャル君は大蛇を見たか? A」「A 見たあれは大蛇」「これは動物園などは除く」です「B 見ない」はい見たことないですねはい さっきちょっと紹介しましたが、青い焼き坊さんがこのテーマやってくれということで。うん、ヒいぶさんが知ってる場所は絶対に資格を通ってますよ。詳しく説明しますということで、ちょっとね。どんだけの大じゃ見たのかを。待ちたいなと思いますけどね。うん、小出しにするんだよね。<laughs> なんか。半年ぐらいかけてからねはい、早く教えてよ、ブ分や。<laughs> 前からほししるよって言ってるのに。はい、行きましょう。え。 こんにちは福猫のヒゲですはい、こんにちは。アンケート A です。大蛇見ました。5年ぐらい前だ,と前だったと思いますが、お隣との間の金網の向こうから、こちらを凝視する蛇を発見。太く長い胴を、ズルズルと移動する様子が恐ろしく、大騒ぎになりましたが、結局どこへ潜り込んだのか、行方知れずです。あれ以来見ていませんが、 ヘビってどれぐらい生きるんですかね。その時撮った写真を添付します。だ。<ん>いきなりな。だだだだだ,だだ。どこにいるの。どれね。ハンドルか。どれか。どれか。は。どれか。キイじゃないわこれ。ああこれだこれだ。 ああなんだなななこっち見てるんだな <laughs> この黒いのが胴体かなと思ってちらいしああなるほど蛇だね大茶 <laughs> ではなくないか <laughs> でかくはなくないか <laughs> いやこれ親指くらいいやいやマジでマジで <laughs> ああまあまあでもまあ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  <laughs> 大ではないけどあまあまあ本人がそう見えたって言ったらもうそうでしょうね うんうんうん、うん、<laughs> 全然大ではないけど。<laughs> 葉っぱと比べてもわかるし。<laughs> やっぱり、お蛇ぐらいだな、これ。<laughs> まあまあ、でも、でも、野生、野生というか、外にこれいたら、びっくりするよね。ああ、なるほど、一応見た人いるんだな。<laughs> まあ、大きい小さいは置いといて。<laughs> は,いはい、ありがとうございます。もすごい。まさか、一発目から蛇の写真が。<laughs> こんにちは、石垣島のジュリエンヌです。はい、こんにちは。アンサー、A、ええ。 なええ、調子いいななんでか <laughs> 石垣に来,た来てすぐに毎朝4時に起きて5時からランニング過去腰の手術の12年前までしていた時のことヒープさんも知っている運動公園の少し幅のある道路で大蛇と遭遇道路幅いっぱいで太さは20センチぐらいで最初「大木なぜここに?」と思ってそっと近づくと「生臭くって大蛇って」。 その場を去り、再びランニングしたけど。後に、青大将があの場所にいたっていうことが判明。明け方の、まだ薄暗い時間だったけど、見間違いではなかったのよ。ロープも蛇に見えてびっくりするぐらい、蛇、大嫌いな私です。はい。道路幅いっぱい <laughs>、えー。太さじゃないですよ。長さね、多分ね。幅が太さが二十センチ、太さ二十センチ。<laughs> こんなよし。 いやいやいや,いや <laughs> はいありがとうございます運動公園で明け方安いんですね <laughs> う,ーんいや、まあ、うんまあ本人が見たって言ってるからそれそうなんでしょうけど太さ2 0センチった低定義やんどうや、えー、まさかこんなに映画来るとはしょ <laughs> っぱなから <laughs> はいじゃあコマーシャルです <laughs> はい 緊急スペシャル「君は大蛇を見たか」A「A 見たあれは大蛇動物園がドアのぞく」B「B 見ない」ということで、はい、あのー、そうですねそうだこれ最初に言っとけばよかったなあのね下ネタは被りますよやっぱりね ああ <laughs> ファラファラファラって <laughs> いっぱい来てますよはいえー、夢に時折龍が出てきたり庭にハブが出たりしますがダイジャは見たことありませんアンサー B、P、ですすお邪魔します、はい、どうぞ日本にハブが出ろもうじゃあ A でいいんじゃないかこれどれららいのサイズからダイジャアナコンダ的な感じまあ完全に未知の世界だけどダイジャを名乗れるサイズってどれぐらい基準ってあるの 興味深いっていうほどじゃないけど、なんか気になるよね。アンサーへの方、サイズ教えて、じゃあ。あこれはもう。番組スタートしてから、すぐ分かったと思うんですが、自己申告制となっておりますので。あの、三。三。ひし形の金網。よりもちっちゃくても、大蛇ではありますね。まあ、本人がどんだけビビったかっていうことですよ。おうおう、つ。それによっても、これは大蛇。でいいんじゃないですかね。うーん。まあ。 どううだろうね一般的に「わあすごいのが捕まりました」っていう時は人ぐらいいじゃない長さが例えば 1m70 とか80とかなってくると「ああこれは大きいハブだね」とかなるじゃないの多分ねうんまあ大大じゃ何,何センチからかとかこんなんないとは思いますけどはい。えー、ピンダですはいこんにちは。 高校生のクラスメートがダイジャを見たことがありますよ。正確に言えばダイジャを触ったことがあるようです。そのクラスメートが小学生の時お母さんの隣で寝ていて母ちゃんと隣の母親を触ったそうです。そしたらそれは人間ではなくなんだか得体の知れないもの。その子は怖くて目を開けられず両手でそれを触りながら下の方まで手で触っていったとか。 ずーっと同じ太さだったと言っていました一体あれは何だったのかいまだに分からないと言ってたけどその話を聞いた時大蛇だと私は思いました大蛇ってやっぱりいるはずよ。ババン母が大蛇恐怖やっぱ写真があったほうがいいなこれ写真があったほうがいいさ。<laughs> 証拠写真があると名をよしですね <laughs> 俺はね <laughs> なんとも言えないなな,なんだろうなマジで会 <laughs>、はいたいヒプさんスタッフの皆さんラジオを聞きの皆さんこんにちはヤンバル福木並木からリリリスマイルリンダですこんにちは今日のメッセージテーマアンサー B ですリンダは自然に生息する大蛇は見たことないなヤンバルだからありそうだけどね、うん 怖いけど大蛇に巻かれてみたいな <laughs> あのね蛇を見たら縁起がいいって言われてるけど公言したら縁起良い運が逃げるってよ今日カミングアウトするリスナーさんは覚悟してねで皆さん今日もスマイルで頑張るんば大蛇見たら行っちゃダメってあ人に行ったら運が逃げていくあら言いたくなるけどね死にまぎ蛇見たぜつって これ何の願望すかね、巻かれてみたいっていうのは大事じゃね <laughs> <laughs> はい。リン,リンダマキになれたわけですね、リンダマキ。ね、<laughs> <laughs> ありがとうございます。なんでなんでかなあれや、だって動物を占め殺して飲み込むっていうヘビもいるから相当な力だわずよ。はい、さえ、いつも美人の味方チーム綾子代表取締役エロザイルです。こんにちは。早速アンケート B。 森中に聞いてもここれは森森のの仲間たちのことですね <laughs> 森中に聞いても誰も見たことないってよ一番大きかったのは錦ちゃんかなあ錦エビねあの先輩は膝側ばっかりずっと見てるから膝が膝側のこと大蛇って言ってるはずよでは時間まで頑張ってくださいちょっと待ってこんなオチかよエロザイルさん青い青いやつはそういう意味で言ってるのもしかして 大きい台じと思ってたらひじゃ川だったっていうオチってこと言いそうやつは言いそうだなはいありがとうございますもしくはなんか昔話で昔は蛇だったけど今川なってるとかそんな意味ですかねなになになにヒブさんサフさんラジオを聞きのファンキーリスナーミラさんこんにちはハッさんも万ザモですこんにちは今日のアンケートえー、ってばうん 高速の巨大に入る手前で動物注意でイノシシの表示があるさあねあ,あるかなはいはいはい野生の動物っているかやと思ってたんだけど大国林道ができたチャーキに試しに行ってみようって行ってみたら突然イノシシかって思うぐらいの大きなものが出てきたあイノシシと思ったらめっちゃ長いめっちゃ長いあれは他ならぬ台じゃクイナを救えじゃあひーちゃん 文言まで頑張ってね「コマリカーの情報があんま書いてないんだよな食いの救えじゃないわけよもっと詳しく描写しないと何イノシシと思ったらめっちゃ長い,シシいまさかのやさにえや足や <laughs> <laughs> どんだけのどんだけの太さやがや <laughs> ちょい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  <laughs> うーん巨大稲もどち蛇って言われてますねうちのデブがのとが。 いやいやいやでここを詳しく聞かして、うん、イノシシと間違うぐらいの太さってあるかやええー、はいありがとうございます。まあでも本当にあの大国林道とかあんなとこは出ますよねあいえ,いえヘビじゃないけどイノシシとかあの野生の動物絶対出ますよねは、うん、はいいじゃあコマーシャルでですえもう X は下す下ネタが多ね。<laughs> 俺の代じゃ的な <laughs> 心はいつも前向きでおなじみティーパラネームともボんですはいこんにちは、えー、ずっと見たかったファニーズ昨日見てきましたヒープーさん一緒にコンテスト出ていたのはマスターベーコンズよねそうですねはい名前の由来ユーリキアさんとの出会いあの日のことこれはただのドキュメンタリー映画ではないねリアルタイムで見ていたから8回ぐらい泣いたの俺だけかもハースさんいい映画だったさ その帰りたつきさんが好きだったエメラルドマウンテン外装工事中だった居酒屋ワーワの自販機で買って飲んだよ。さあアンケート B 何言ってんじゃん北部の現場で古いゴザをめくったらハブが満んでいたのと木の上で、えー、交尾しながら落ちてきたヘビしか見たことないさどっちもトラウマ級の光景やったんよこれは A でいいんじゃないのじゃウとルさよ 古いござんめこっハブだらけえ、ねやなんで逆にこれ A にしなかった場合やこんなじゃなくても A って書いてる人もいるのにやあ見たって言ってるからね <laughs> あそうかそうか <laughs> <laughs> はい、ありがとうございますいや俺生きてるハブもうないですよ赤股はある赤股はわた実家の庭に出よったので あれは見ましたけど。死んでる。ハブしか見たことないな。頭の形が全然違いますよね。ハブと赤マタ会ってはい。どこあるやつはなんかやっぱ三角いって言いますよね。ヒブさんこんにちは。健一だよ。あけん、どちらのけんさんですかね？こんにちは。アンケート大ちゃん見たの a です。 あれは与那国に仕事で行った時のこと、民家の庭先に大蛇が日向ぼっこをしているかのようにいました。一瞬目が合うと、さっと草むらに消えていきました。やばい大蛇だ大蛇だと思った私は、家の人に伝えなければと思い、外から家の扉をトントン。すいませんと声をかけると、中から出てきた家主の人に、ハブがいましたと伝えると、与那国にはハブはいない。あれはなんとかなんとかだ。 特に毒はないから大丈夫この縁には普通にいるよと野良猫を見るかのような感覚で普通の返答でなんか興奮して伝えたこっちが恥ずかしくなりました私が見た中での大事はいえー、ケンイさん一番大事な名がなんとか監督ん <laughs> とかなんとかなってるんだよね与那国んとかなんとかってこと <laughs> <laughs> 何かなハブいないっけハブいない島もありますよね離島によってはね一番知りたかったんだけどなんとかなんとかのミーが <laughs> はいじゃあコマーシャルですはいえー、そうっすね、うん、タクドラマサさんは X でそんな見たことないわあの B 沖縄だったら純駆堂の裏にも普通にそうな気がするな 蛇関係は那覇なら絶滅させることがもうできそうだけどそうならんっていうのがうちなんちの人の言い回るさなのかなはいということで淳九段の裏にはさすがに <laughs>、まあ、草の実あるかあるあるなあるなあ,、ね、あいおいおいあい,いるかも,も普通にいるかもしれんなハロー T サージパラダイスラジオネームデコがベジータと申しますこんにちはアンケート A になるのかな この前のアンケートで行きつけのビーチありますかで、道のない林を抜けたとこのビーチに子供とよく行くようと採用していただきましたが、行ってましたね。秘密のビーチね。ビーチの岩場うん、林とビーチの間にあるんですけど、探索していたときに岩場の陰に3メーター以上はあったはず。大きな蛇が岩と岩の間の薄暗いところにいて、太さも子供の腕ぐらい。 捕まえて子供たちに見せたいと思いましたが捕まえ損ねて逆に逃げた際に子供たちに危害が出るかもと考えその場は何もせずに立ち退きました野生であんなに大きなヘビは初めて見ましたもしかして在来種じゃないかもそれでは失礼しますやらんおげいよやいいよ,いいいよ捕まえなくてやおとるさんには3ーはあ真っさよおい こここがガチの大蛇いしこれねはいありがとうございますてか A <laughs> 大さよ <laughs> 嘘でしょ予想外なんですけど俺青い野球坊さん一通来たらいいかなと思ってたのにえあら亀仙人ですひぶさんこんにちはこんにちは今日のアンケートのアンサー A です陸の大蛇はとある観光施設で見たあ観光施設は除くなんですよすみませんだが海の大蛇 竜宮の使いは近くの浜でストランディングしてるのを見て画像に残しましたよ。X にポストしてから参考にして計測したら4メーター27センチありました。見ましたさっき X で。これあれあれですよね。長いやつですよね。深海にいるっつってこの竜宮の使い。あれ打ち上げられててめっちゃ長いっすね。はあれあれ泳いでたらちょっとビビるな。海で泳いでたらね。 大きすすすぎぎてて長、はい、なんすかお知,らせ知あ青い焼き坊さんからメールが届きました<お>が A 面で紹介する時間がもうないということで一体 B 面はどうなってしまうのか変なコマーシャルバタギみたいな <laughs> ラジオでこんなのやる普通。 <laughs> ああこれでバーンって続いては「ホームエル」って言いたかったんで知らまってるやし <laughs> じゃあじゃあ渡すの早いわけよあげえと思って俺もあ今閉める時間じゃないけどなと思ってたのにやもう一回,うも,う一回もう間に合わないよ <laughs> 一体美名はどうなってしまうのか <laughs> はいということですねさあじゃあ続いては沖縄ホームエルおしゃべりキッチンのコーナーですよどうぞ。 はい。一時になりました。ティーサージパラダイス。午後の仕事もですね。車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたします。はい。ババンのコーナー。えっとね、ラジオネーム今日書いてないんですけど、えー、ゆきぼう GG にババン。毎回一緒に釣り行くときにもらう。練り絵の形が。ハンバーグ型ハート。現役愛嬌。 えー、ありがとうございます。これかわいいね練り餌さがこのハートの形に寝られてるっていう。さっきのも喜ぶんじゃない <laughs> はいさあでは皆さんのお誕生日をですね万味化してからにお祝いしますよ。えー、沖縄県一面白い T サージパラダイスの関係者各位ヒープーさんお疲れ様です。<laughs> ありがとうございます。<laughs> えっとね。久米島に93歳のおばあがいるゼス,トスパークですはいこんにちは。 今日はその93歳のおばあの誕生日で94になりました。去年までは元気でいた内間よしこおばあですが、最近甘くもやむんと体力が落ちてきているみたいです。ヒープさんの応援でくんちをつけてあげてください。食欲と人と話をすることが好きなよしこおばあです。ヒープさんから肉を送ってあげてください。<laughs> これからも面白い T ーサージパラダイス頑張ってください。パラダイスはい。ゼストスパークさんのおばあちゃん。 えー、内間よしこおばあちゃん、94歳のお誕生日。おきさみよ、おめでとうございます。素晴らしい。ねえ。はい。これからもいつまでもね、元気でいてほしいですね。ヒープも応援しておりますよ。はい。では、えー、9月13日お誕生日の皆さんまとめておめでとうございます。はい。ハッピーバースデー <noise> ふんほう 本日お誕生日の皆さんの,さんの向こう一年間が絶対に健康で、うん、そしてデイジ笑える楽しい一年になりますようにおめでとうございますこっち食べてくださいね肉食べた方がいいんじゃないかなと言っておりますよさあ、はい、そ,そしてでですね,ね皆さんお待たせいたしましたっていう感じですよはい9月22日はい9月22日はシークワーサーの日です シークワーサーの旬の時期を迎えることや、沖縄の方言で、みかん類を、クニブと呼び、その語呂合わせからこの日が制定されました。922でクニブってことですね。沖縄県シークワーサー消費推進協議会では、シークワーサーの日に合わせて、9月22日金曜日に、三栄パルコシティマーケットプラザで、広めよう地産地消。 届けようティーダの恵みをテーマに沖縄の特産物であるシークワーサーをより多くの方々に知っていただき利用していただこうと消費拡大に向けたイベントを開催しますシークワーサー関連商品のシーン試食販売やジョニー・ギノワンの音楽ライブなど楽しいイベント満載です9月22日シークワーサーの日は三ーパルコシティマーケットプラザでお待ちしております 沖縄県農林水産物販売促進協議会からのお知らせでしたはいということですよ覚えてね9月22日をシークワーサーの日ということですよはいさあ続々とダイジャの情報がこちらに寄せられておりますねもうラジオネーム新平さんはじめましてイプさん86新刊の皆さんよろしくお願いしますあ、すみませんじゃあ ウェルカムをシンベイだねシンベイさんはじめましてウェルカム、うん、ありがとうございます今日の大蛇に反応してくれたんすね、うん、アンケート A2 回ほど見ましたよ <laughs> 1>, 1回でもすごいのに2回見てる <laughs> 僕の田舎で最初は小学生の頃夜家族とドライブしてる時 道を塞ぐ大どこが頭かもわからないぐらいのやつ2回目は僕が大人になって子供たちとドライブしてる時見ましたよ、はあ、結構ライトな感じででっかいやつ見てますね <laughs> ちょっと車でって言ったらもうすぐどこが頭かもわからん道を塞ぐぐらいの大じゃ。<laughs> 何ね、どこが頭かもわからんってあの道横断中でどっちに向いてるかわからんってこと頭と尻尾が隠れてて死にマギーだな死にマギーだな <laughs> 頭と尻尾が見えないってことでしょ <laughs> 大人になって見た時の話ももうちょっと聞かせてよ <laughs> こっちが聞きたいよすごいなはい <laughs> まあまああくまでご本人がね 大蛇見たって言ってるからね、うん、皆様こんにちはガチマイヘビーですこんにちはアンケート B 蛇に興味があるので内地で野生の蛇を見つけては捕まえて飼っていたりしたんですがまあ、せいぜい1メーターから1.5メーターぐらいで大蛇はないですねもうこれでもでかいけどね1メーター1.5メーターは仕事仲間の CJ は余裕で5,6メートルある大蛇を 夜運転中に道であるって言ってたんだけど沖縄にそんなのいるのかないや 56m あったらもう <laughs> 2kg やぐらいの親 6m ーってええいやでもね太さは置いといて長さは長いのいるよね 2m ってよくね別に新聞にも載るさはぶって長さは結構あるんすよ でもな5 6メー,ターあって細いわけないからなそうよ5 6メーターあんだって低遠胴体も太いと思うよええー、<laughs> あの X にフェイクですけど出回ってた映像があるんすよ沖縄でこんなの見つけたみたいな「死に巻き蛇」「ーマよまガ、あ、よ」まあ、よっていうやつなんですけどはいえは、ー、い はい、大事いや、<laughs> やっぱし本日も素晴らしいプーさん。やっぱしハイバル町からメッサ、エアコン修理の注文部品がグレード違いでムルパチね違って朝からヒーハーアファー状態な This is Royals, he hearts。部品、あ、てもうデジ厄介だなこれな。やっぱしハイバルにあ、発作してアンサーは社に A が5つ。やっぱしハイバルには今スタング状態よ。 ハッサヒープさん、なんとぶっちゃけ、つい2ヶ月ぐらい前に、まさにヤード入り口付近で1メーター越えのマギーナハブが朝からパタイしていてからに、ハッサそのヒッサピザのマギーサに、 ついついヒーハーと車名をトリンドルしながらも、メッサヤードで部品取り、車のボンネットを開け、開けドニアする前は、軽く離れてバンパー万ミ化してから開けるように車に、注意ヒーハーしながら開けたりしてるナーベーラ。ハッサヒーブーさん、そんなチックに部品取り車のボンネットを開けドニアしたら、マギーナ大蛇がいて、I have a big h a r b と、ハブに浴びられたことなんて、ありますミロドリゲス。それでは今日も大蛇チックに巻き巻きヒーハーしながら、パチナイ盛り上がっていこう。 これ難しかったヒサピザ久々のこと「久々のマギーさに」っていうあと「ボンネットアケドニア」っていうのも死に難しいですね <laughs> <laughs> いやいやこれねこれマジで危ないやつだこれうんあのー、まあ部品取りって言ってもナンバーも切って部品だけ中古の部品取ろうと思って置いたら車って絶対いるだろう草の実とかだから。 だから一回ゴーンって音出してからボンネット開けるっていうこれ怖いなあ,あなタイトルよ「ハッサさらにマギーのハブは丸太ちコアしたレベルでも乗り越えたら車がぼっこん状態よデュアッツ」<笑><笑>バウンドするって車が乗り越えたらマスクっすソニア <laughs> はいありがとうございます ういやヤードとかよあんなとこやばいないるな危なああい気をつけてください本当にカムエタデイジロウに、ね、では一曲ラジオネーム T 一四さんからのリクエストおーアムロナミエでスーパーラック入りましたはい緊急スペシャル君は大蛇を見たかええ見たあれは大蛇だ まかっこ動物園などは除く B 見ないこれねゆいゆいさんがあげてるやつなんですこれも本当かどうかちょっと分かんないですけど、えー、大蛇と聞いて人間を丸呑みした7メーター超えの大蛇のニュースを去年見たのを思い出しました閲覧注意っていうことで写真が載ってるんですが、えー、これこそ大蛇 まあこれアナコンダとかあの類の種類ですよね定位置だな本当かなこれちょっと人の形になってるんだよなお腹が怖はいこん,こんなの色大き沖縄に 皆さんこんんここににちは妹子ですこんにちははですアンケートを B 大ちゃん見たことあるわけないしそもそも現実にいるのかね青い秋星さん夢見たんじゃないのカテナーで見たの詳しく聞いてみたいさじゃあ時間まで頑張ってねだからさ俺も聞いてみたいよ全然詳しいの教えないわけよマジで <laughs> <laughs> なんかさ カデナーで見たって言ったら全然なんか信憑性なくないなんかなんでかわからんけどじじゃゃカデナーが、まあ、あれっていうことじゃなくて地名がついたらなんか変な感じしないうん <laughs> 式内で見たよ言われたまあ、式内はちょっといそうではあるけど <laughs> ピンポイントで言われたらなんか皆さんこんにちは岐阜の9人のバーバですこんにちは今日のアンケート君は大蛇を見たか見たことある人いるの 青いい野球星さんんも夢だったんじゃななのかな昔初めて沖縄を離れて内地に住んだ時沖縄はハブがうろうろしてるから怖くて行きたくないって言われたことがあったなうちなんちゅうの私でさえ一度もハブ見たことないのにようろうろはしてないですけどねさすがにハブねうんはいありがとうございます俺でさえも生きてるのはまだ見たことないから 多分ね、うん先生皆さんこんにちワン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 がガルルルルルルプププカープボーイですこんなだったカープボーイさんプププカープボーイだけでいいんじゃないのこれ <laughs> えー、今日のアンケートないです B なんだけど「青い野球帽子さんって読みたらへんですよね」えー、FCC の芸人がユミちゃんでものすごいでっかい昆虫がって言ってたみたいな怪談話してたけどこれ FEC かな うんはい、ブブブカープボーイさんありがとうございますもう読谷のものは何でもでかいってことですかね昆虫も <laughs> 俺別に妹住んでるけどこんな話聞いたことないけどな読谷で <laughs> 何でもでかいよっつって <laughs>、はい、ポイントは膝側じゃないかなと思ってああ来たいいんですかこの時間にも公開してはい ーープーさん響さん上地和夫先生塩野谷隆之先生玉置妙悠先生皆さんこんにちはいつものんびり青い野球帽子ですいい天気ですねはい待ってましたよアンケート A ワンは昔沖縄の城市巡りをしていました城跡ねうん中部にある城市に行き草むらをかき分け頂上にたどり着き 景色を眺め、下にある豪族の墓へ、やっとたどり着こうというところで、墓の前に、金色に塗られたでっかい電柱がありました。なんでこんなところに電柱がって思った瞬間、それがヒュイッと首を上げてこちらを向きました。大蛇ですワンもびっくりしたけど、向こうもびっくりしたはず。威嚇するような様子もなく、蛇特有の、 下をちょろちょろすることもなかったすぐ逃げました後で考えると近くに川があるしそのお墓の守り神だったのかなその豪族ワンの先祖小八師に関係する人だったみたいデイブーさん時間までよたしくはい思いのほかフィクション色が <laughs> <laughs> もう思った以上にフィクションの香りが <laughs> 黄色。色何が嫌よ金色ん。!?PS?PS、ね、PS? PS もあるわけ。大蛇 <laughs> の頭はハブのような三角ではなくアナコンダみたいなスマートな頭でした。ああはあ 確かにでっかいヘビって三角じゃないよね毒ないからね。電柱と思った <laughs> マジか。して「豪族わんの先祖小箸」ってひらがな書いてあるけど「小八子 <laughs> これ似て非なるものなのに「小箸」<laughs>。 マジか、金色の見たあいえ、死ねえ金銃なるんじゃない言われない金色の,夢,の夢見たらって俺寝てたんじゃないのもしかしてあいえ、ぼし <laughs> さ違うな場所は言わないでねっていうことで書いてますけどほうほうほう確かに優秀ある場所ではあるななん <laughs>、はあ、だったんだろう、この体験 えー、すごいな金色の電柱ぐらいのヘビってよ、うんえー、昼から缶中杯2本開けてサーフ風のラジオネームディスカスです7級休み今日いいねアンサー見ないこの話の元はやらかっこ今の嘉手納町の大蛇伝説の話でしょこのネタ元のラジオネーム青い野球帽子さんは読みたんだから知っててもおかしくないから自分はそんなに不思議とは思わなかったな すいませんネタバレ的な話でえこれ何かで何こんな話があるわけ大蛇伝説が俺知らなかったけど「やらの大蛇」これ見たんじゃないかじゃあ青い焼き星さんへえはいありがとうございます、はい、青い焼き星さんでもしかしたらあるかもしれないねこうちょっとサー海生まれとかね そんな感じみじんも感じさせないですけどね。<laughs> <laughs> そうかもしれないね。俺ごめんねいじってるけどもしかしたらいろんなのが見えてるのかもしれんな。はいということで1曲「えー、ラジオネームかがしら2時50分さんルパンがした藤井子ちゃんからのリクエスト」「前のようこでコブラ」入りました。 こんな感じの歌だっけ「かがしら2時50分さんルパンがした藤子ちゃんからのリクエスト」「前の陽子でコブラ」っていう曲をね流しましたけどなんかあれよね大人向けだよね <laughs> なんかちょっとセクシー系というかまあまあコブラもそんな感じだったんですけどよくこれ子供見せたよね。」うん「寺澤 v チさんでしたっけ?」「亡くなったんですよね」 うん、またお若いんですけどねなんか計算したらコブラ描いてる時22ぐらいだったみたいよしかますよね、うん、はいありがとうございますはい「いいシークワーサーのい公開放送ではないの公開放送の案内だと思ったルパンがした藤子ちゃんねこれもうちょっとだけ情報公開待っててくださいね、うん、はいまたみんな 仕事やめんといけんかもしれんな <laughs>、うん、<laughs> 皆さんこんにちは横浜のゴンチーですこんにちは今日休みで外回りの高圧洗浄やってますよガンガン汚れ弾き飛ばして気持ちいいさて台じゃ A のあるよはい <laughs> A 多さ<作> <laughs> よこれやこれ東京でやったらこんな A 多いか東京でやらんけない、ね、絶対 会社で工場配属だった頃大型機械を整備するときに火器厳禁なので高圧コンプレッサーを回して大小様々なエアーホースを取り回す中カプラーかっこヒープーさんわかるよねの根元が年経劣化でダメージが溜まりやすくたまにちぎれますカチッてはめるやつねはいするとエアで暴れるんですよねえ 100PSI もあれば小指ほどの太さのホースかっこ細蛇でもムチのように鋭く暴れます手首太ももほどのホースかっこ大蛇になると周りにガツンガツンとぶち当たりすっ飛ばしながら暴れるので人力では手がつけられません大蛇が落ち着くかっこコンプレッサーを停止させてエアーが抜けるまで見守るしかないという作業前の機材点検大事だねではみんなどれぐらいを大蛇っていうのかねあそういうことかはいはい コンプレッサーにつながってるこのエアホースが外れた時に暴れるとあれ怖いなあの高圧であればあるほどというかあの先っちょに金具とかもついてたりするからコンプレッサー止めてエアがシューってなくなるまでずっと暴れさせておくっていうええー、はい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 。 あこれはちょっとこのジョイント部分点検大事だねこれね。うん、はいほ。でも業界で本当なら大事だって言ってんの太いホースのこと。違うのかなこんにちは。名古屋の野中です。こんにちは。アンサービー下ネタじゃないですよね。じゃないですよね。じゃないですね。なんで理解書いたのかなじゃないですね。 ちゃんとしたヘビの話だと自分じゃなくばあちゃんの話ですがばあちゃんの持ちネタの一つに畑に土の子がいたっていうのがあります <laughs> これ大,大蛇よりも珍しいやつだオちは畑の近くのい家の子犬が消えたっていうちょっとグロい話なんですが芝県の子犬を丸飲みするぐらいのヘビがあののどかな三重の山奥にいたということが子供心に衝撃でしたちっちゃいヘビなら今でも見かけますがそれなりのサイズは見ないんですよね ハッサビははい名古屋の野中さんうーんいやあの蛇ってさ顎が死に開くんだよね関節の可動域がすごくてだから自分よりもでかいやつ飲むさちゃーなってるわって思うけどめっちゃ口が開くわけうん。 ま丸飲みスタイルなんですね大きい蛇って噛まないんだね歯ないのかな歯から壊れてこの番組言ってるけど <laughs> そうやったら歯からかったほうがいいですよ蛇さん丸飲みだよねうん奥歯とかないのか蛇 <laughs> あんまり聞いたことない蛇の奥歯って聞いたことないな <laughs> あるのかなはいさいチンナンプルブローデビルこんにちは アンサー A 南部の田舎の民だから見たことあるよ民一番マギーだったのは頭が大人の拳ぐらいのハブでかいな長さも 2m ーーは超えててさ民家の庭で飼ってたパピオン食べに来たんだはず犬が騒いでるのに家主が気づいて蛇見つけて斧で頭飛ばしてってさ <laughs> <laughs> これが一番おつるでおや一番最近家の近くに出た蛇の動画を送りますこれ死にマギーよねだ見見よあめなかった動画 これ見たかったなあうんはい家しいいじゃんさ俺や追っ払うのが精いっぱいやんだ <laughs> <い> <laughs> 斧で頭飛ばしてん、ね、あんりああ追っ払ってっぱああ確かにねかとい,いって仕留める自分の手で斧でちぶる 何年、ね、昔のなんかコロシアムの時代の人ねこれ何年、ね、<laughs> <laughs> コロッセオの時代の人ね、はい、グラディエーターあいしグラディエーターハイサイヒープワンシーから八六進化の皆さんギャグは滑ってもタイヤは滑らない P ス分野瓶こんにちは早速アンケートを B ナイサーヤシが5年前に母方のおじいおばあなんかの墓の改装の時に 古いお墓からお骨を取り出そうとしたら、2メートルぐらいのハブがいたさ。お骨が取れないから、地元のハブ取り業者を呼んで捕獲してもらったさ。なんか地元の酒屋に持って行って、買い取ってもらうって言ってたな。ヒプ、ハブ酒飲んだことあるね。はい。P7 さんありがとうございます。これもよく聞くね。お墓開けたら中にいるっていう。めっちゃ聞くよ。うん、どっから出入りしてんのかな。 これも不思議なんだよな、はい、ありがとうございますハブ酒ありますすハブありよ飲んだこと、はいま、特にハブの味はしないですよね。まあ濃い濃い島酒だなと思いますけど、まあ、何かしらのエキスが出てるんでしょうね色は変わってるからね。立派、はい、やったりとかあるよな海苔の瓶に口もこなして開けさせてからに、ね。<laughs> ボーゴーでこうなってやってからねねうーんヒープこんにちはっていうのは名護島奈さんこんにちはおととい蛇の夢を見たよはい。お金儲けるんじゃない多分はアンサー A 子供の頃蛇は頻繁にいたけど友達の家に行ったらほんととっても大きな蛇が死んでたよ青大将だったと思うけどあれだけの大蛇や動物園や神社などの見せ物以外を見たことないよ その後、沖縄に来た当時に庭を横断しているハブを見たけどあれも大きかったよ。ヒープハブって夜は青白く光る感じに見えるよね。ヒープ子供の頃に男の同級生が生きたヘビを捕まえてくるくる回して投げたらブーメランみたいに戻ってきて女友達の首にかかったのよ。友達は失いかけたよ。あれは今でも忘れられない。 なな友達は失いかけたよってな気を失いかけたってこともうお前と友達しないって言って友達じゃなくなるってことん<ー> <laughs> こんなこともあるなくるくる回して投げたら首にかかるっていううん、はい、ありがとうございます前ちょっと言いましたけど僕は直接は見てないんですけど終わったおじさんが あの,たいやあの前のこの草っらをもう掃除しないといけんっつって草買ってら戦前から置かれてる瓦とかよ鉢植木鉢があって植木鉢がこんなにて伏せて置かれて植木鉢って下に穴が開いてるさあれに指たっくんでから、ね、この植木鉢取ろうとしたら中にハブがいて中にいるハブに噛まれて「あがひゃー」っつって抜いたら穴からヒュルヒュルヒュルってハブが出てきてどっか飛んで行ってからに死にいたかったって言ってた。<laughs> 等しいデジタイよって言ってた <laughs> それは痛いだろうなって思うんですけどあんなところはいるからよ鉄こんなダメよ怖いようん、ヒーブさんこんにちは T14 ですこんにちは。今日のアンケートってコンプライアンス的に大丈夫なんですか一応僕は研究に B ですね自分で A っていうのは変なんなのでではちばってちょんまげなるほど大蛇というオブラートに包んで攻めていますね はい、君は大事を見たかかっこ動物園などは除くって書いてあるんだけどなうん、うん、はいそうっすねこのこのたの下ネタがいっぱい来ますね皆さんこんにちは SO と申します大体いい来る人も決まってますね <laughs> 早速アンサー A 見たっていうか買ってますたまにチャックを開けたら勝手にトランクスの小窓から出てきアイ、はい、カットでーす <laughs> カット <laughs> ですねはいありがとうございます またこんなこと言って自分ではどんなんでも言えるからなうんファルコンっても言えるしね大事なところあのネバーエンディングストーリーの <laughs> <laughs> はいじゃあコマーシャルです X ピコピコスマッシュさんヒップタンヘビと同じようにコモドドラゴンも丸のみすごいよしょっちゅう TikTok のおすすめに出てくるさ 別に僕丸の実が見たいわけじゃないんですよねうーんはいああそうっすねマギタケさんヒップさん公開放送する時早めに行ってね会社辞めないといけないから <laughs> <laughs>、はあ、ピフフフフフあっ P7 さん「コブラ」って書いてますけどあのこれは映画のシルベスタスタローンがやった時のコブラですねこれはねまたこれ別のコブラですねこれねうん、はあ えーえー、皆さん「A、えー」っていうのはこれは家,ん、うん、家の前の道路は通り道去年から台湾ハブ出没と区民ダイりでどこどこって被害日が出ましたとお知らせが来ます我が家の駐車場お向かいさんお隣さん 周辺は捕獲器が多数設置されているから見ていないですが捕獲器にかかっているとのことでいまだに捕獲器は設置されていますどこかなこれは台湾ハブうんはいやっぱり9月からですねハブにかまれる事件が増えているそうなので増えるそうなので注意ですねちょっと涼しくなってきたから動くのかなうん 農作業の活動も,9月からもなるほど人間の方の活動がちょっと涼しくなってきてオーバーになあの多くなるから出会う確率も高くなると。なるほど。あー、あのー、また T ーサーシのリスナーさんでも春沢もたくさんいると思いますので行く時はこのなん,なんだったボーガーでガサガサしてからに行きなさいって言うよね追っ払ってからねこっちから攻撃しない限りあっちからも襲ってこないっていう話も聞きますけれども抜擢で踏んだりした時が大変なんだよな。 皆さんこんにちは。いや今からビンタローやビン。こんにちは。してしてアンサー A。<laughs> 普通にみんな A って書いてくるんだな。忘れもしません。40年ほど前です。我が家の愛犬、三代目シロと夕,夕暮れに散歩をしていました。シロは非常に懐いていて、鎖もつけずに散歩をしていました。すると、2メートルほどの蛇がヤブから現れ、私と母はギャーと固まり、 普段おとなしいシロですが歯茎をむき出しにしそのヘビを追いかけ始めそのままいなくなりました石垣の北部の小さな村でしたが誰もその後、とシロの姿を見ていません母は未だにあのヘビが食べたはずよと言っています今でもシロが帰ってくると思いその後犬は飼えませんではでは皆さん午後も呼んだ姉 もしかしたら白は山の王になったかもしれないですね。うん。こななんなん日本昔話やし、これマジで。母と私を助けてくれた白はそのまま帰ってきませんでした。ええー。ちっちゃい島だからね見かけそうだけどね見かけない。はいありがとうございます。 なんかこれ話話マジで日本昔話に出そうコンコン今日巻いてますか、えー、皆さんチンポッテガスのオレンジ団地ですこんにちは大蛇ってイメージは軽く人間を飲み込むレベルを想像するから B だねうちの会社は8年ぐらい前に田舎に引っ越してからハブはよ5回ぐらい見てる一度草刈りしてたらハブも飼ってたこともあるへな <laughs> 草刈り気で大丈夫やめん グマーゴアでもハ羽リボ棒で勝ち見たら死に具体があって抑えるの大変だった人間は本当の驚いたら尻餅をついて「ヒー」って言うよではではギボックスになるんだなみんな「ヒ <laughs> ー」ねえ <laughs> あ,あ,ありがとうございますあのヌンリが棒があの先がや曲がったやつなヘビ取るやつ あれでできるのかなあ。あれ渡されてやれ言われてもなあ。ちょっと自信ないな。はいありがとうございます。急に言ったらっ、はあはあっう,ね、うう,うっていうね、ううとか絶対来ないっていうね。ユンタンザバンジュさん、はいこんにちは。答え A です。台風後の猛暑に泣いています。泣いています。 畑に向かう道で畳の縁が動いていたじっくり見ると大蛇ニシキヘビ近くの観光施設からの逃亡で地域では普通でしたでも突然のことで腰が抜けました <laughs> これ本物やし畳の縁かなと思ったらニシキヘビやたん <laughs> ああ近くにいるからね甘辛品技とおさやじゃないよやこれ怖いよ <laughs> えー、これガチなやつやし。はい、ありがとうございます。うん、毒ないからまだあれだけども大きさにビビるよね多分ねこういうタイプのヘビはねハブは毒があるからもう怖いなーっていう猛毒っていうの分かってるからあれだけどでかさにビビるというね。 ヒープ、番組係員さん、ゆっくりファックスする時間がないから今日はメールで送ろうね。大蛇かどうかはわからないから判定をヒープに任すさ。八山で出てきたやつ先島筋代っていう名前だったはず。多分、体長は2メーター28センチ。噛もうとしてきたから捕まえて首落とした。オーストラリアで出てきたやつアメジスト西警備。 地元の人間はなんとかパイソンと呼んでいた体長は7メー,ターないぐらい国平も噛もうとしてきたから3人で捕まえた地元の保護団体が来てからそのまま連れてきよったあとはイタシクあとから <laughs> イタシクじゃないよ <laughs> これ任されてチャンスがお願国平も噛もうとしてきたからアメジスト西警備エビがな <laughs> よくく捕まえきれたねええうわうわうわうこれ全然想像できないこれ7メー,ターの錦へ見て3人で捕まえてどれぐらいの重さでどれぐらいの力やんば、A、えええまかれてからこれほどほどほどけないけどって並んばうみんな結構首落とすんだよな <laughs> はいじゃあコマーシャルです ティーサーサジパラダイス昼にボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストオギリスト決めますよとはいお題「山川に変わる忍者の合言葉」とは何でしょうかねいきましょう一発目ルパンが愛した藤っ子ちゃんの「山川に変わる忍者の合言葉」とは イカ、魚、うん、天ぷらだな <laughs> んみんなやっぱ沖縄の忍者なんだよな <laughs> しかも平和なんだよななんか、えー、ラジオでもちびっこモンスターさんの山川に変わる忍者の合言葉とはニ <music> ニーニー,ズネー,ネーズ、これも沖縄だな <laughs> 沖縄うんやっぱり芸能にも詳しいんだな忍者 <laughs> マッツンさんの「山川」に変わる忍者の合言葉とは <music> A ・ W なるほど <laughs> はいもうこれはうちのあの忍者ですねこれはねはいで。 みんなのどかなのチョイスするよね。このな,なんていう愛言葉ね。うん。えー、っと川美さんの山川に変わる忍者の合言葉とは。こいそこいそ。こいそこいそ。<laughs> 同じだ。同じこと言うんだ。<laughs> はい、ありがとうございます。 同じこと返すっていうのは新しいパターンです <laughs> 続きましてトモブンさんの山・川に変わる忍者の合言葉とは <music> あなた沖縄の人ですよね違いますよ <laughs> ユーリキヤだな入れ <laughs> ですね。ユージーとリキヤーがやるときこんなになるんだんね忍者同士でねユージーが内側からあんた沖縄の人ですよね

これラジオ機な？<laughs> これどういう時に使ってんだの？これラジオ機な？今今流れてるのラジオ機なんかってこと？うん、はい。ありがとうございます。ラジオ機聞きながらやってるのかな。えー、ラジオネームチャーミーシーンさんの山川に変わる忍者の合言葉とは。<music> ライオネルリッチー。<laughs> 配分よ <laughs> もっとあっちに持っていかんと <laughs> 半分とかにしないとちい <laughs> だけやね <laughs> えっとシャー専用パグさんの山川に変わる忍者の合言葉とは <music> ラムダチャー <laughs> だから切り方がおかしいわよこれ。 なんでで途中できるのこれ、うん、まあまあだからこそ暗号になるのかそうか、うんえー、通称金城由紀ちゃんの、えー、山川に変わる忍者の合言葉とはうんここしっこ <laughs> <laughs> もう何気だった <laughs> なあ考えるの何気だったんだろうこれ絶対小学生みたいなこと書いてからね <laughs> 一周回ってちょっとシュールなんだよなラスト毛ーさんの山「山川」に変わる忍者の合言葉とは「く <noise> の一」と「にんにんしたい」く最低だなこの忍者。<laughs> <laughs> はい、ということで出揃いましたじゃあですね本日のベストオーギリストは CM の後発表しますのではいコマーシャルさあでは本日のねベストオーギリスト決めますよ今週のお題がね山川に変わる忍者の合言葉とははいこここいいいそ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  <laughs> よし入れね川美さんね なんでこの言葉にしたんでしょうかねなんか探してるのかな、うんえー、通称近所ゆきちゃんうんこしっこ <laughs> よし入れこった強くないと思うよこの忍者あんま仕事できない気がするんだよなうんはい <laughs> 小学生京 <laughs> 一はこれですねな,なんか面白い っていうね。黒幕さんはい。これ？ラジオきな。<laughs> どういうシチュエーションなのかな？っていうのを考えますけど、これなんだよ。これ,これ？<laughs> 聞かしてるのかな？ラジオねえ。扉の向こうからこれでなんかラジオ聞かしてあラジオきなあ。入れあそういうことなのかな？<laughs> う<ー>ん。<laughs> 山と川がいいなまだ、うん、山と川がいいねよく考えたね、うん、山川ってすごいね、うん、はいさあ大事愛してやまないヒープさんリスナーの皆さんこんにちはふっきっこのピュアナアイスですこんにちはアンケート A ダールあれは絶対ダール尻尾しか見えんかったけど小学生の時にオーバーの畑でアヒラがーがわワわワッと言ってからに 草むらに引っ張られてってからにその後大きい蛇の尻尾見たってばおばあ呼んでからにアヒラのところ行ったけど何もい,いないって言われたでもアヒラが一匹いないって言ってから絶対に大事だよ絶対ダールでは時間最後まで読んだら頑張ってくださいダールないないのにいなくなってんの一匹はい丸飲みパターンだなら多分なすごいやさはい こんなに身近にいるとは。俺が遭遇してないだけか。えー、はい。ひぶさん皆さんこんにちは。道民の静かです。あ、今北海道にいってるのか。毎日海鮮丼でもうしばらくは海鮮丼は食べたくありません。<laughs> 贅沢どうやいやいやでよ。<laughs> アンサビ。 草むらで何か動いた気がしても小さいヘビとかごく小さいトカゲとかでも爬虫類全般怖いのでいずれにしても無理時々「キャーヘビ!」って言ったら「あれは青大将だから大丈夫」とかすぐ言う人いますよねなんでそんなにヘビに自信があるんでしょうか <laughs> 確かにいや「いやいや専門家やんばや」っていうね <laughs> 何が大丈夫や青大将じゃなかったらチャースんばやっていうね <laughs>、うん ありがとうございます。確かにな。まああれ大丈夫よ。っていう人いますよね。<laughs> あれ、何もしないよ。何もしないよって言うんですよ <laughs> 別に身内でもないのに、あれおとなしい。goa デオとかね。ひむ <laughs> さんこんにちは。京都市のケアマネージャー有利です。ゆたしくです。あはい、ありがとうございます。メンズ俺さて、アンケート b。私は京都府の土田田舎の生まれですが、そもそもヘビって数えるほど見たことないですかね？ 小学生の頃上級生の悪ガキさんが畑にいたヘビを見つけてその辺に落ちてた包丁でそのヘビを真っ二つに切った時ヘビが血を吐いてそれからしばらくヘビに呪われないか毎晩不安でしたはいタイトル「ないヘビ」「あんし簡単なタ,タイトルじゃないよこれや」「野谷がその辺に落ちてた包丁」ってや <laughs> はい じゃあさ戦ってる人の多さよヘビとねできないよ怖いよ赤かまたでもビビるぜ一応ハボだったら上位度電話だよすぐ業者にヒープさんデーさんみんなさんよろしくいんですよよよよよはい決まりましたね アンケートを B です見たことないです見てみたいってお母と話してたら「ヘビは誰にも見られずに長く生きたら神様になれるんだよ見たらかわいそうだよ」ってよだからお母は見たら「ごめんね」するってよあヘビといえばさ久々に玉泉どういったわけそしたらさ「本物がいたってばびっくり」「アナコンダ」「めっちゃテンション上がった爆笑子供よりも喜んだよ」「映画のアナコンダだ,だ」ってヒープさんも本物に会いたいでしょう言ってよ よろしくんでしくでた別,別に僕はこんなに会いたいなっていうのはあんまりないんすけど映画のね昔から題材になりますよね大きい蛇っていや,いや映画のやあれちゃっさまぎ役とやあれちッサさまぎ役とや映画だからね、うん、もうあんまり大きすぎたらちょっと笑うよねわかる 今やってる映映画画でサメの映画あるんんでですすけど2なんですよあれワン見た時もよ「マギ木サヨよ」って言ったんですけどもっとでかくなってるからねマジでちょっとしたアザぐらい市町村の村の集落ぐらいいやほんとってマジでマジで,マジであのね56世帯は入るこのサメの大きさの中にちゃっさギーやくとや。 もうあんまり大きすぎて笑ったよやまだまだ見てないんですけど番宣しか見てないんですけどはいはいサイヒプさんご無沙汰していますコーヒーやけんちゃんです久しぶりですね元気ですかどんな話してますかね君は大蛇を見たかのトリプル A 氷島へ引っ越ししてきて毎週のように見てみますあっえっ今氷島にいるのあそうなんだえマジで多すぎ 家の周りは昔からハブの通り道と言われ、多分境界線ブロックの石積みの中に潜んでいると思う。それで学びました。夜、ホースおよび紐みたいなのが散らばっていたら要注意です。いきなり塊が動き出します。向かって来られたことは未だに経験はないんですが、ハブの通り道って早く教えればいいのに今更です。また毎月のように店の前では車に引かれたハブと赤股がペチャンコになっています。 お昼頃になるとカラスがやってきて口にくわえて片付けてくれます自然がまだ残っていますよぺしゃんこになってるハブみんな頭が切り落とされているんですがもしかして売れるのかなそれでも島ぞ島ぞうりで歩いてる人が多いから間違えて踏んで大変なことにならないように切り落としてるのかな寒くなってヘビが冬眠してくれることを願いますではではコーヒー焼けんちゃいま小氷島にいるんだ多すぎハブの通り道 はい、夜よく見えないのにこの長干それ紐かなとかホースかなって思うのは近づくなってことですねいやあすごいな見たことないけど。